チボは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はスペイン語で、ヤギを意味し、あごひげのある、ヒメジカやハマギギカ、顔の長いカワハギカなど、ヤギを連想する、足したような魚にちなんで命名された。レッドゴートフィッシュがフトップセールシーキャット薄バハギチボは1944年2月21日に、コネチカット州グロトンの、 エレクトリックボート車で寄港した。1945年1月14日に、ボールドウィン夫人によって、命名、浸水し、1945年4月28日に、艦長、WB クラッチャー少佐の指揮下収益した。収益後、チボは1945年6月7日に、ニューロンドンを出港し、フロリダ州キーウェストで訓練を行った後、 真珠湾に向かった。千穂が真珠湾で紹介の準備を行っている間に太平洋戦争は終了した。戦後も真珠湾に泊まり太平洋艦隊の領艦とともに沿岸での作戦活動に従事した。10月に帰国しサンディエゴを拠点として沿岸での作戦活動を行い、1946年1月に西太平洋に向かう。 5月にサンディエゴに帰還し、チボはその後15ヶ月間にわたって沿岸での訓練に従事した。1947年8月、模擬紹介を開始し、フィジーのスバ、グアム、日本を訪れ、11月にサンディエゴに帰還した。西海岸での任務は1949年中頃まで続き、その後、 大西洋艦隊に配属されると1949年7月4日に新たな母校のキーウェストに到着する。チボは訓練と両艦との演習を継続し、1950年10月30日にニューロンドンでグッピー IA 回収が開始された。回収により流船型の船体と増強された出力を得た。チボは 九百五十一年七月に大西洋艦隊の任務に復帰した。九百五十九年までキーウェストを拠点とし、その後はサウスカロライナ州チャールストンに移動して九百六十三年まで東海岸での訓練演習及び試験に従事した。定例の任務に加え、九百五十二年には地中海での第六艦隊配備、九百五十三年の コロンビア訪問、1959年のケベックシティ、訪問、1960年の南アフリカ訪問などが行われた。サンティアゴデルエステロ、マルデルプラタで、チボは、チャールストン海軍交渉で1971年7月1日に、退役、同日除籍された。相互防衛援助計画に基づき、チボはアルゼンチンに売却され、サンティアゴデルエステロと改名。 収益した。サンティアゴデルエステロは1981年1月にアルゼンチン海軍を退役した。ありがとうございます。